食べて痩せる業務スーパーの食材トップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクより痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目に行きましょう。なぜこの業務スーパーの食材を食べると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきますね。まず一つ目です。あなたの腸内環境が整う食材だからなんですね。もうこれはとっても大切なことになります。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいと心から願っていらっしゃるようであれば、まず何をすればよいのか。それはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってくるんですよね。では整えるってどういうことっていうことなんですけれども、それはあなたの腸内細菌のバランスをまずは整えてあげることからスタートしましょうということになるんです。まずは痩せ菌と呼ばれる善玉菌を元気に育てる必要があるわけなんですよね。逆にあなたがもしいろんなダイエットを試してもなんでこんなにもう変わらないんだろうって、なんでこんなに結果が出ないんだろう、結果が出てもすぐにリバウンドしてしまうんだろうともし悩んでいらっしゃるようであれば、あなたの腸内環境が悪いからなんですよ。あなたが悪いんじゃないんです。ですからあなたはまずその腸内環境を整えて痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてあげること、逆にもし何をしてもどうしてもその結果が出ないということであれば、もしかしたらあなたの腸内細菌はデブ菌と呼ばれるその悪玉菌がもうとにかくいっぱい住み着いてしまっている可能性が大なんですよ。ですから今このですね動画でお伝えする業務スーパーさんの痩せる食材を召し上がっていかれますと、その痩せ菌たちが増えていくことができるんです。では2つ目です。栄養バランスになります。ここも大事なんです。もうともすればですね、そのダイエットに頑張りすぎてしまって極端なですね、ダイエットをしたおかげで栄養バランスを崩している方が非常にねやはり多いんですよね。もうとても残念なことです。しっかりと栄養をとってしっかりとしたものを食べないとやっぱり結局痩せることってできないっていうことになるんですよね。もう悪循環です。その極端な食事制限をしたり栄養バランスが悪いままですと、あなたは実はどんどん太ってしまうんですよ。ですから日頃から私がこのチャンネルでお伝えしているような腸活メニューをしっかり食べていただいて栄養バランスをとっていただいて、結果腸内環境が整えばあなたは根本的に痩せ体質にね生まれ変わることができるんですよ。過去の私もそうだったのでとってもよくわかります。もう今よりもねもう10キロもね太っていましたし、もう何よりも体調も悪くって、もうしょっちゅう風邪をひいて病院に行ったり薬を飲んだり、もう肌荒れもひどくって、もう結果一回りね出られないほどの、まあ、体調不良を経験した私だからこそ言えるわけです。ですからあなたも大丈夫ですよ。しっかりとあなたの腸内環境が整っていけば大丈夫です。でそのためには栄養バランスが大事になってくるんですよね。ですからこの動画でお伝えする食材はこういった栄養バランスもきちんと取れるものになります。そして最後3つ目、無添加であること、これがとってもね重要になってきます。もうどんなにこれを食べたら痩せますよとか、まあ、いろんなね食材あると思うんですけれども、その原材料名を必ずチェックしてくださいね。もうどんなに痩せると歌ってある食材でも添加物たっぷりであればダメです。そんなものを召し上がってしまってはあなたの味覚がおかしくなってしまったり、ホルモンバランスが崩れてしまったりって、結果あなたのその味覚が異常になってしまって、もうますます甘いものや脂っこいものがもうどんどん食べたくなってしまって、やめられない、止まらないですよね。もう私もそうでしたが、よくわかります。それはあなたの味覚がおかしくなってしまっているから、まあ、原因は主にこの添加物たっぷり無添加ではないものを食べていたという可能性が大きいわけですよね。ですからとにかく腸活メニューというのはもう無添加であることというのが大前提になってくるんですよ。
では添加物のお話の続きもっと掘り下げていきましょうね。じゃあ先生って、その添加物ってね、もういっぱいあるけども、まずはどんな添加物を気をつけたらいいんですかっていうご質問も非常に多いんですよね。ですからここからその選ぶためのチェックポイントを分かりやすく簡単にお伝えいたしますので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。もうまずはとにかく化学調味料が入っていないものにしてください。でこれを見つけるのでですね、もうとっても大変なんですよね。もうほとんどのものに入ってます。なので私もいろんな食材を選んで買うときにですね、もう毎回スーパーに行ってはですね、その食材を手に取って裏のこう原材料を見るわけですよね。こちら調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料なんですよ。もういろんなものに入ってます。もう調味料もそうですし、あとお菓子類もそうですし、もうとにかくもうありとあらゆるものに味を良くするために入ってますから、もうそれはですね気をつけていただきたいなと思います。でまたあの甘み、甘味の方ですよね、そういったのも注意が必要になってくるんですよ。例えば人工甘味料です。この人工甘味料というのは甘いのにカロリーがない、低いですよね。そうするとあなたは実はもっともっと食べれば食べるほど甘いものがね欲しくなってしまう、お体へと変わってしまう、味覚もおかしくなってしまうから本当に要注意なんですよ。ですからなぜそんなことが起こるかと言いますと、甘いものを食べたにもかかわらずカロリーが取れないわけです。そうすると脳がですね、あれおかしいなって、なんでこんなに甘いものを食べてるのにカロリーが取れてないんだろう、これは命の危険に関わるということで、いけないと、もっと甘いものを取りなさいってあなたに命令するんですよ。ですからあなたが悪いんじゃないんです。そういった誤ったものをですね食べてしまってるからこそ味覚やそのホルモンのバランスが崩れているだけですから、そこをしっかりとリセットしていきましょうねっていうことをお伝えしたいんですよね。なので、ノンシュガーとか糖質ゼロオフなんて書いてあるものが結局人工甘味料になってきますから、ぜひ原材料をチェックしていただきたいと思います。ではその人工甘味料って一体どんな風に書いてあるのかということをお伝えしていきますね。ではご一緒に見ていきましょうね。もう世の中たくさん人工甘味料もあります。もうカタカナで難しくいっぱいいっぱいよくわからないように書いてあります。ただもう一番そのチェックしていただきたいものっていうのはこの合成甘味料になっております。アスパルテーム、アセスルファム K、スクラロース、ネオテーム、サッカリンなどと書いてあるものはもうとにかく手に取っていただいてチェックして入っていたら買わないように気をつけてあげてくださいね。ご自身のためです。そして別のまた添加物のお話になるんですけども、これももうねいろいろある中でもこれだけはっていうのをお伝えしたいと思います。トランス脂肪酸、別名食べるプラスチックと言われているような、もうとにかくお体に悪いものになります。でこんな風にねトランス脂肪酸が入ってますよなんて原材料に書いてくれていないんです。もう本当にね書いて海外諸外国なんかはですねちゃんと法律で決まっていて書く義務があるから見たら分かるようになっているんですけども、日本は残念ながらまだそれがねないんですよ。じゃあ私たちが賢くなる必要がありますよね。その時にどのようなものにこのトランス脂肪酸が入っているかといいますと、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用精製加工油脂、加工油、加工脂などと書いてあるものの中にはトランス脂肪酸が入っています。なので気をつけてしっかりとチェックしながらあなたの日頃の食材選びにお役立ていただければなと心から願っています。では次の項目です。2つ目、何をということで、今回はその食べて痩せる食材を業務スーパーさんで私が腸活の専門家の観点からあなたのために選んできました。この食材はすべて先ほど項目1番でお伝えしました痩せるポイントをクリアした食材たちですから、ぜひ最後の項目でチェックしてお楽しみにご覧くださいね。ではいよいよ最後の項目です。3番目、どのようにということで、今回はランキング形式であなたにお伝えしていきたいと思います。では業務スーパーで選んだ痩せる食材の第3位はこちらです。
トリノで作ったトマトパスタソースになります。こちらも大容量で 680g 入っています。瓶詰めなんですけども、こちらですね、パスタソースになります。トマト本来の美味しさを生かしたシンプルなパスタソースに仕上げました。本当にシンプル、もう無添加なんですよ。原材料チェックしていきましょうね。こちらはですね、原材料名見ますと、トマトピューレ、まあ、要はトマトですね、と玉ねぎ、砂糖、バジル、ガーリックピューレ、ひまわり油、食塩、オリーブオイルのみでできています。でこちら原産国はね、イタリアです。もうさすがね、パスタの国イタリアです。でこちらはパスタといっても、グルテンが入っているその小麦粉 100% の麺を使わずに、私が実は別動画で痩せるパスタということで、こちらもトップ3ということでね、あなたにもすでにご準備している動画がありますから、ぜひこの動画見終わったら、じゃあこのソースにどんなパスタ麺が合うの先生ってね、ぜひチェックしてみてくださいね。そしてこちらはですね、もうとにかくもう無添加が一番なのと、もうたっぷり入ってますから、もう大家族の皆様でもね、本当に美味しく召し上がっていただけるなと思います。で一旦開けますと、要冷蔵ということで、冷蔵庫に保存していただくんですけれども、こちらですね、そのパスタソースにはなってますが、例えばトマトスープのちょっと味をこう変えたいなとかですね、ちょい足しされるのもすごく便利、要するに調味料としても何でもお使いいただければと思うんですよ。もう工夫次第でいろんな料理使えます。スープであったり、ソースであったり、パスタに限らずですよ。サラダにちょっと混ぜてみるとかですね、そういった形でも美味しく召し上がっていただくことができますので、ぜひいろんな使い方してみてくださいね。もしあなたなりのアレンジレシピありましたら、私までコメントいただけるととっても嬉しいです。そしてこのトマトの痩せる効能なんですけれども、こちらご存知でしたか？トマトって脂肪燃焼効果があるんですよ。しかもむくみも改善してくれます。カリウムが取れるんですよね。そしてもうなんといっても、もう項目1番でお伝えしたその栄養のお話、栄養がしっかり取れます。もうビタミン C はもちろんのこと、リコピンであったり、ベータカロテン、ビタミン E などなど、とにかくダイエットに必要な栄養素がギュッと凝縮されたソースになっていますから、ぜひあなたの日々のダイエットにお役立ていただければなと思って選んでおります。では第2位はこちらです。はい、ディルピクリスのホールです。一瓶で 260g 入っています。でこちらはですね、キュウリのピクルスになっています。ディル、要はハーブなんですけれども、このハーブの風味を効かせた香りと食感の良いピクルスです。ホールということで、こちらですね、実は原産国がベトナムのキュウリになっています。なので日本のキュウリと様子がね違うんですよ。見えますか？可愛いんです。1本がなんていうか、ウインナーソーセージみたいなこんな長さのですね、太さもそれくらいなんですよね。可愛くて食べやすいんですよ。もうぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですけれども、こちら原材料名がですね、そのキュウリです。こちらはキュウリとその漬け汁の材料なんですけれども、醸造酢、要はビネガーですよね。あと砂糖、食塩、からし菜の種、ディル、パプリカ、玉ねぎ、コリアンダーということで、スパイシーなね、アジアンテイストなピクルスになっておりますから、もう本当にこのままね召し上がっていただいても、もちろん丸ですし、薄くスライスしてちょっとした、お漬物の代わりに食卓に出すのも簡単ですし、こう細かくカットしていろんなそのハンバーグの具にちょっと混ぜてみたりとか、あとはサラダのトッピングとしても細かくカットしてですね、トッピングしていただくのにもすごく便利ですから、ぜひ試してみてくださいね。でこちらキュウリの効能なんですけれども、あなたの血液がね、ピラジンっていう成分のおかげでサラッサラになるんですよ。で血液がサラッサラになるっていうことは、イコール血行が良くなるわけですよね。代謝が上がるわけです。そうすると取ったカロリーをこうどんどん燃やすことができる体へと生まれ変わることができますよね。でまた、これからね、もうどんどん暑い季節になっていきますよね。もうほんとね、私大分県の別府温泉で暮らしているんですけども、別府もね暑いです。
もう真夏日っていうぐらい暑い日が、最近ね何度かあったんですけども、暑い時になりますとやっぱ体内熱がこもりやすくなるんですよね。その時に暑いと思ってね、こう冷たいものをこうガブガブと飲んでしまったりとか、冷たいアイスが食べたいとかね、そういったことを続けてしまいますとやっぱり代謝も落ちて太ってしまいますよね。そこで大活躍するのはこのキュウリが持つ体内にこもった熱をですね、どんどん出してくれる効果がありますから、ぜひ活用していただければなと思います。そしてまだまだ続きますキュウリの痩せ効果なんですけれども、食物繊維が豊富に含まれています。その結果便秘改善になりまして、その要はね、老廃物いらないものをどんどんやっぱり出さないと腸内環境って整うことが難しいんですよね。そういった効果もある。そしてまたキュウリが持つの酵素があるんですよね。ホスホニパーゼというんですが、これ生食で摂ることでもっともっとこの酵素が取れてしまうんですよね。酵素ってすごく大事。私たちは酵素がないと生きていけませんよね。それぐらいやっぱり酵素不足になってしまうと、お体にとっても危険ですし、そもそも食べたものを代謝することができませんから太ってしまうわけです。そこでこういった生食のキュウリを食べることで、そういった酵素もしっかりと補うことができるんですよ。またカリウムが豊富ですから、先ほどお伝えした通り、デトックスができますよということです。こういった痩せる効果がある。プラスこれのピクルスの何がいいかって言いますと、ビネガー、要はお酢が使ってあることなんですね。お酢の効果ってすごいんですよ。痩せる効果が高いんです。もうとにかく別名デブホルモンと呼ばれております、インスリンというホルモンのそもそも分泌を抑えてくれますし、また太る原因ですよね、血糖値の急上昇をグッと抑えてくれるのもお酢です。また腸の蠕動運動をどんどんね、酢酸という効果で活発にしてくれる関係で、もうとにかくどんどんあなたの腸が元気になって整って、結果あなたは根本的に痩せ体質に生まれ変わることができるというこの食材になりますから、ぜひこちらも日々の食事に取り入れてみてくださいね。では堂々の第1位はこちらです。はい、無添加の米麹の甘酒になります。こちら一瓶でですね 900ml 入ってまして、原材料名をチェックしていきましょう。もうたった2つだけなんですよ。米と米麹のみ、しかも国産です。こちら甘酒というのはアルコールはね入っていませんよ。大丈夫です、安心してくださいね。アルコール分が入っているのは酒粕で作った甘酒になります。酒粕ですかね、お酒の粕だからもちろんアルコール入ってますよね。なので酒粕の甘酒はアルコールが入っていますから、アルコールがね苦手な方とか、運転する方はダメなんですけども、こちらは甘酒といってもアルコールは入っていない米麹で作った甘酒になるので、安心して召し上がってください。でこの甘酒ってすごくダイエット効果高いんですよ。ちょっとご一緒に見ていきましょうね。まずはもう何はさておき発酵食品なんです。でこれはですね、もうぜひ毎日毎日何かしらの発酵食品をね召し上がっていただきたいなと思うんですよ。なぜかというと、いろいろな食品ありますけれども、発酵しているだけであなたの腸内にいる痩せ菌が増えるんですよ。発酵しているからね、善玉菌が多いんですよね。もうこれだけでいいんです。なので同じその材料、お米ならお米、米麹なら米麹とかね、大豆とか大豆ありますが、それが発酵しただけで善玉菌を増やすことができるんですよ。なのでお米だったら今お伝えした甘酒ですし、大豆だったら納豆ですし、その牛乳だったらヨーグルト、豆乳であっても豆乳ヨーグルトとかですね。要は発酵してる方が断然ダイエット向きなんです。もう発酵さえしてればっていうね、もうこれすごくいいと思いませんか。だって同じ材料なんですよ。発酵してるかしてないかで全然違うわけです。ですからもうとにかくあなたが毎食召し上がるお食事の中に何かしらの発酵した食品を召し上がっていただきたいなと思います。でまずはこの発酵食品を摂ることで痩せ菌を増やすことができるという大前提のお話と、あと太る元です。
糖質や脂質の代謝をサポートしてくれる、要はこうどんどん燃やしてくれるわけですよね。いいですよね。もうどんどん燃やしてって思いますよね。そしてこれ別名ね、飲む点滴と呼ばれているぐらい、もう昔から日本人にとってはですね、もう栄養価の高い、もう無添加の飲み物なんです。もうとにかくビタミン B1、B2 やアミノ酸が豊富ですから、もうですね、もうこれだけ飲んでおけばもう疲れも取れちゃうっていうドリンクになるんですよ。でまたオリゴ糖がたくさん含まれています。でこれ何がいいかというとですね、あなたの腸内に住み着いてくれているその痩せ菌たち、善玉菌たちの餌、喜ぶ餌となるのがやっぱりオリゴ糖になるんですよね。もうこれもすっごく大事です。いくら痩せ菌がいてくれても、その子たちを育ててあげないといけないですよね。ほったらかしだといなくなっちゃうわけです。ちゃんと餌を与えて、よしよしと一緒にあなたと共にですよ、もう死ぬまで共存です。共に生きてるわけですからね、この菌をやはりいかに味方につけて暮らしていくのか、敵になっていくのかで、あなたの人生そのものがもう本当に変わってきますよ。だってこの腸内細菌たちの餌となるものがあなたの味覚なわけですから、ご存知ですか、まあ、私のチャンネルをですね、もう毎回見ていただいているあなたはもうご存知と思うんですけども、初めての方のためにここでお伝えしますが、あなたが食べたいと思っているのはですね、あなたが食べたいわけじゃないんですよ。あなたの腸内に住み着いているこの腸内細菌たちが欲しがるものが、結果あなたが欲しがるものになっているだけなんですよ。ですからもしあなたが今甘いものや脂っこいものがもう欲しくて欲しくて、なんでも私ダメなんだとかね、思わなくていいんですよ。あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内細菌が悪いだけなんですよね。そこを変えてあげれば、あなたは自然と痩せるような食べ物が欲しくなる。逆に太る食べ物は、いやなんか美味しくない欲しくないってねなりますから、大丈夫です。もう過去の私がそうでしたから、もう大丈夫ですよ。誰でもそう、私のお世話をしている、サポートしているクライアントの方もね、口を揃えておっしゃいます。先生がお伝えしてくださったサポートの内容の食事メニューに変えると、もう前なんであんなもの食べてたんだろうって、もう今食べたらもう甘すぎて食べれませんとか、もうおえってなりますとか、なんか変な匂いがするとかね、要は味覚が正常になっている、イコールあなたの腸内細菌がバランスよくって質が良くなっていますよってことなんですよね。ちょっと話それましたけど戻しましょうね。で次、食物繊維がなんと2種類同時に取れます。水溶性と不溶性といって、両方バランスよく取れてお通じが良くなるんですよね。これ2つ同時に取るのがとっても大事、偏ってはいけないわけです。ですからそれも同時になんと取れちゃうという、一度で二度おいしいみたいなねものになります。結果便秘が改善されます。そして脂肪燃焼効果が高い。なぜかというと、アミノ酸の中のリジンというですね、この子がもう大活躍してくれるんです。脂肪燃やすのに、もうこれはねどんどん味方につけていただきたいなと思います。そしてその結果基礎代謝が上がります。これロイシンという成分が上がって、いかがですか、こう私ね、悩みご相談を受けること多いんですけども、先生もう私ね、もう年を取って重ねてくると、こうだんだん代謝が下がっているのがすごいわかると、もうこのままいったらもう別に食事制限しても運動してもなんか私痩せる気がしませんとかねおっしゃるんですけど、大丈夫ですね、お伝えしています。なぜかというと、やはりそのまま何もしなければ代謝も落ちる一方ですし、やっぱりですね、筋肉も落ちていく一方ですから、ダメですよね。もうそれはもう本当にね、放っておいたらもう現状維持どころかどんどんこう下がっていくわけですよね、何もかも機能が。でもやはり運動も大事です。運動することで筋肉がつく、その結果代謝が上がるわけですから、やっぱり運動も大事です。ただ運動で作ることができる代謝っていうのは全体の割合のもほんと少ないんです。実は大事なんですけどね。じゃあどうすればいいかっていうと、内臓を元気にしてあげること、特に肝臓とか腸です。この内臓を元気にしてあげる方が実は割合は運動するよりも高いんですよね。ですからそのためには
いいですか、腸や肝臓に蓋をかけてしまうような添加物たっぷりのものを食べていてはダメですよっていうことなんですよ。もうこれさえ気をつけて代謝が上がってくればもう超ラッキーじゃないですか。だってたった1キロ落とすのにフルマラソン2回走らないといけないぐらいの運動量がいるんですよ、1ヶ月に。いかがでしょうか、そんなきついことできますかっていうことですよね。なので日々の運動はウォーキングであったりジムに時々通っていただいたり、そういったので補っていただきつつ、こういった腸活メニューを美味しく食べましょうよってことなんですよね。さあここまで大丈夫だったでしょうか。もうとにかく私実は個人的にも甘酒大好きなんですよね。でこういった形でもう本当にあの発酵食品ですから手作りする時でちょっとお時間かかるので、ああちょっと今日待てないなっていう時はね購入します。ただし無添加のものですよ。同じ甘酒であってもこの米と米麹にあの余計な添加物、お砂糖がたっぷり入ってたり、先ほど冒頭でお伝えしたような人工甘味料がたっぷり入っていたりしますから、もう必ず無添加の、もうできれば瓶詰めのものが良いと思います。で開けてしまったらあとは冷蔵庫で保存が効きますが、できる限り早めに召し上がっていただけたらなと思います。でこの甘酒はさすがにですねお米でできてますから、飲みすぎてしまってはカロリーオーバーになります。で目安は1日あたり、まあ、コップ1杯1カップですね、 200ml までとされるといいと思います。飲み方のポイントなんですけれども、食前に30から 50ml ぐらい、まあ、4分の1カップぐらいですねをよくよく噛んでですね召し上がっていただきますと、あなたの食欲を抑えることができますから、食べ過ぎ防止にもなりますし、もうこのような効果を最初に入れることができますから、もう一番ベストな飲み方ということになります。 できればあの軽く温めていただいてもいいです。冷たすぎる甘酒は腸が冷えてしまうから NG なので気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回この動画では食べて痩せるですね食材を業務スーパーさんで選んできました。ぜひあなたのダイエットの日々にお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。